こんにちは、速稼塾の久保です。前回花屋龍門さんね、とはいえ人は道しるべを欲しがるというね、まあそういうふうなテーマでお話しいただきました。確かにね、そういうところがあるのかなとは思います。ただその感覚私にはね、わからないとは言えないんですけども、ないんですよね。私は誰かによって道しるべを示してもらったりっていう必要がなくて、ともいえですね、何も目標がなく進んでいるのかというとそうでもないんですよ。そうですね、これね、別の動画でも最近お話したんですけども、私の場合は遥か彼方に、ですよ、旗を立てたようなつもりで目標地はあるんですよ。ただそこに向かっていくときはその旗を見るわけではなくて、足元の一歩しか見てないんですよ。ですんで、どんな壮大な希望があり、夢があり、絶望があってもやることいつも変わらないんですよ。今だったらこの数年間は YouTube の更新をするっていうことだけなんですよね。ちょっと一例申し上げましょう。私はこういった YouTube 活動を通じて収入を得ている面があります。ただこの収入あまり固執してないんですよ。まあそれはですね、私が30年ローンをやってるところでもお分かりだと思いますし、契約書そのものも発行してないってこと、要するに請求権を私はね、最初から放棄してるんですよ。もうすでに速稼塾で、塾生を、まあ、ご案内するときとか、入塾希望のときですら、頭金3万円は確かにありますけども、それを払う払わないも自由なんですよ。別に追及はしないんですよね。もちろんカリキュラムのスタートっていうのは頭金を払った時点からスタートなんで、払わなければ追及もしないけども、いつまでたってもカリキュラムの配布が行われないってことはね、それは変わらないんですけども、じゃあ残金はどうなのかっていうと、儲かったら払ったらいいと、儲かって払わないのもありと。特に私はもう請求がないんですよね、そのままです。でも払いたくなるような放送をすればいいかなと思ってるんですよ。それでですね、これね、昨日のこと、一昨日のことなんですけども、私の動画を見て切実な悩みを相談してくださった方がいます。その方に対して私ね、連続で4本ぐらい動画をお送りしたんですよ。その結果その方はですね、まあ、行動することになったんですよね。まあ、それにつきましては、あの YouTube がありますんで、ここでは紹介しませんけども、これ以上はね。それ私お金のためにやってますかねってことなんですよ。私はある意味その方の道しるべを示したわけじゃなくて、ちょっとだけ背中を押したんですよ。どの方向に前のめりになるか分かりません。でも背中を押すために、大いに私のね、メッセージを伝えて、心の中をちょっとね、動機づけしたんですよね。私ができるのは、まあよくやってそれぐらいまでなんですよ。要するにこれ何が言いたいかっていうと、人に目標を決めてもらわないとできない人っていうのは結局はできないんですよ、ね、自分で自分に対してゴーサインが出せなければできないんですよ。ただし最初の一歩ぐらいはちょっとだけ背中を押してあげるとかね、一緒に走ってあげる、これはできると思います。いわゆる背中を見せるってことです。私があれこれ言ったところで、私がやったことがないこと、やる気もないこと、実績もないこと、何にもないことは励ませません。ですんでね、ツイッターにしろ、 YouTube にしろ、アフィリエイトにしろ、転売にしろ、投資にしろ、私は自分で一通りプロのレベルまでできるものだけを紹介しますし、もしそれでもね、なかなかやる気が起きないんだってことでしたら、ハートですよね。あなたにはどんな価値があるのか、何をするべきなのか、どこであなたを待ってる人がいるのかっていうことを想像させるために、ハートをですね、盛り上げていくそういうふうなね、モチベーターとしての気質はありますんで、その日だけかもしれませんけども、そういう気にさせることができます。そのために動画を連発今回はしてみたんですよね。その結果その方は動いてくださることになりました。さあ、そんなこと大したことないかもしれません。ただそれができる人がいないから、その人はインターネットの無数な情報の中から私を選んでくれたんだと思います。まあ、ですんでね、私に課せられた課題っていうのは、その人を入塾させることではない、その人のお金を私に払わせようと頑張ることではないんですよ。その人がね、どうやったら次の一歩に進めるか、ただそれだけをやってるんですよ。これ私の目標や夢や家庭とか人生に何かつながりますかね。そんなね、損得感情じゃないんですよ。目の前に困った人がいて、助けて久保さんと言っているなら、それに全力にぶつかっていくだけかなと思ってるだけなんですよ。その他は何もないです。まあ、ですんで、私は誰かの道しるべを示したりとかね、自分の道しるべが欲しい、そういう感覚ではないですね。ただなんとなくね、分かるのは、迷ってる人ですよね。迷ってる人がどこに向かえばいいのかってことを他者に依存する、それはあると思います。まあ、ですんで、私はね、多数の例をお知らせすることぐらいかな。あなたはこれがいいよっていうふうに決めれることはないですね。ただしですよ、だんだん仲が良くなってきて、
人となりが分かってきて、何に向いていて何に向かないのか、そして何をやる気があって何をやる気がないのか、何をやるための資金を持ってるのか、時間を持ってるのか、こういうことが細かく分かったら、具体的にこれしかないですよというふうなお話ができます。ただそれだけの関係になれる人っていうのは限られています。ほとんどの人は何に困っているのか、何だったらできるのか、なんでできないのか、誰によってできないのか、これが曖昧なまま将来が不安ですというふうなね、漠然としたものだけを向けてくるんで分からないんですよ。で、人によってはね、私なりにあなたにとってはこうで、こういうふうな方向で向かえばいいんじゃないかなということで、結果がうまくいかないと、信用してたのに嘘をついたんだとかね、いきなり攻撃に変わるんですよ。はっきり言って稼げない人や勝負にあまり真面目に取り組まない人はこの傾向にあります。というのがですね、本気で生きていると全部が思い通りになるわけではないってことに早めに気づくんですよ。だから早めに気づいたことに対して全部がうまくいくわけではないんだったら、だったらたくさんトライしないとな、しかも早くトライしないといけないな、早く自分の傷を癒さないといけないなっていうふうになるわけですよね。まあなかなかね、そうならないところがもどかしいんですけどね。さあ、ここまでいろいろ話してきましたけども、ちょっとギュッとまとめるとね、人は道しるべが欲しい、何かしらの光が欲しい、向かう方向を指し示してほしいとは言うんですが、指し示したところで人はそこに向かいません。なぜなら信用してないんですよね。そして信用するものでもないです。なぜなら自分で決めた目標には自分で決めたから進めるんですよ。ただ自分でも決めれなかったら、自分で決めるっていうのが最初の道しるべになるんですよね。他者に決めてもらわないといけないっていうのは、これはね、まあ小中学生ぐらいじゃないですかね。そっからは私たちは無防備になります。自分で何を食べて何を選ぶのか、何を見ないのか、どこをクリックするのか、これ一つ一つ誰かが指示しないとできないもんですかね。そんなことはないと思います。自由っていうのは責任と表裏一体です。私はそう考えています。まあ、ですので自分に自由があるということは、その自由を選択した責任が、一つの自由に対して一つの責任がついてもあるんではないかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、それを他者にコントローラーを渡すものでもないし、渡されてコントロールできるものでもないです。まあ、ちょっと言い方がね、漠然としてきたかもしれませんけども、道しるべが欲しい、自信がない、自分にはなかなかそういうことができない、まあ、いろんな思いあるでしょう。ただそれはなかなかね、通用しないんですよね。だから人は悩み続ける、道しるべが余計欲しくなるのかもしれません。ただ私はなかなかね、そんな人にね、道しるべを示せるような大した人間ではありません。ですので私は今日やることだけがお伝えできます。今すぐやることだけはお伝えできます。10年後にやることとかね、20年後までにやることとか、そんなものは分かりません。未来が分かんないからです。せいぜいあなたはこれやってないからこれやりましょう、これで終わりです。これがまあ道しるべといえば道しるべなのかもしれませんね。遥か彼方にあるものは指し示せません。私は自分がね、遥か彼方に目標となる旗を立てたところで、そこを見てないんですよ。いつも足元を見てるんですよ。目の前の課題だけやってます。そして今日生まれた100個の課題を100個こなすだけ、それの連続が多分すごく遠くにある目標にたどり着く唯一の方法じゃないかなと思うんですよね。遠くに夢を見ても、今日やることをやらなければ永遠に近づくことはないんじゃないかなと思いますね。そのうちその立てた旗は他の人に取られて、ジ・エンドではないかなと思います。そしてね、後半の話題になりますけども、自分がどん底にいる、自分が頂点にいる、これ錯覚じゃないかなと思うんですよ。それほど世の中の振幅ってちっちゃいかなと思うんですよ。まあ、例えばね、分かりやすくお金の例言います。借金を抱えました。500万です。どん底だって。それでどん底っすか。まあそう思うならしょうがないですけども、どうですかね、500万、1000万がどん底ですかね。どん底っていうのはどうなんでしょうかね。お金がないことがどん底なんでしょうか。お金が稼げないことがどん底なんでしょうか。友人がいないことなんでしょうか。何なんでしょうか。私は勇気を持っていればあとはお飾りだと思うんですよ。まあちょっとね、任侠道にも通じるんでね、ちょっと際どいところなんですけども、まあ勇気だけじゃないですか。自分の武器と鎧になるもの、他はお飾りですよ。
やっぱね、私はいつもそこに立ちますね。勇気があれば次の一歩は進めるし、何があってもね、それは他者から与えられることはあるけども、勇気だけは他者からもらえないんじゃないかなと思うんですよね。どうですかね、勇気リンリン元気全開でいけばいいんじゃないですかね。まあその勇気が出ないんだって言われるかもしれませんけど、ね、あ、じゃあこの辺にしておきましょうか。じゃあ花山さんね、勇気はありますか。以上でございます。本日はいってらっしゃい。